ダンスの新イメージキャラクターを作るお絵かき対決スタートです。さあ皆さんに考えていただくのは新たなダンスのイメージキャラクターを皆さんに想像して描いていただきたいと思います。ダンスとクマさんの組み合わせ、どんなイメージ皆さんお持ちでしょうか。一番素敵なキャラクターを描いていただいた方には美味しい商品をご用意しておりますので頑張ってください。お絵かき対決、今匿名の皆さんに描いていただいています。ダンスとクマさんの組み合わせで表現できる新たなダンスのイメージキャラクター、あと10秒で完成。カウントダウンします。5、4、3、2、1、終了です。はい、ありがとうございます。やだな、しょっぱな。はい、お願いします。じゃーん、かわいい、かわいい、かわいい、紹介してください。ポイントがあって、はい、目と鼻と口をダースの英語、そのロゴで作りました。わかりますかね。ダース、ちょっと可愛くないですか。かわいい、ちょっといきなりプロっぽい感じの、はい、ちょっと、はい、なんかやっぱりこうパッて見た時にやっぱこうダースの あのクマちゃんだなって分かってもらえる方がいいかなと思ったので、ちょっと顔に全部詰め込んじゃいました。すごい詰め込まれてさらにダースまで持っちゃって。そうなんですよ、やっぱ持ってるかなって。ダースを食べ、ダースしか食べない子です。しか食べない、はい、ありがとうございます皆さん。はい、ウサさん、名前ってなんかつけてくれました？ダークマちゃんで。ダークマちゃんだからちょっとダークな一面もあります。なるほど、はい、ちょっとその可愛らしさとのギャップがポイントかなと思います。梅田さん、ありがとうございます、はい、そうです、皆さんキャラクターの名前も聞いていくので考えててください、はい、じゃあ次、遠藤さんいけますかね。はい、はい、私はじゃん、またあ、かわいい、大丈夫ですかね。私あんま絵が得意ではないんですけど、こうダースが好きすぎてダースの上に乗っかっちゃったクマっていう考えで一生懸命描きました。大丈夫ですかね。ダースダダ大好きくんで。かわいい、ありがとうございます。はい、ね、皆さんネーミングまでも覚えるってなかなか高レベルですけどね、はいはい、では井上さんいきますかね。はい、すいません。でも私もこう梅澤さんとちょっと近いんですけど、うん、割とダースって聞いた時にこう一番最初の D の文字がこう印象的だなと思って、ちょっと目の形がちょっと D っぽくなるようなじゃないですけど、意識してみました。梅澤さんと D の使い方がまた違っていいですね。確かに、 ね、あ、本当だ、大きな手がある。でも、はい、大きな手が出てます。あ、そうなんです。やっぱクマと言ったらこうなんていうんですかね、お手手かなと思いまして、 D のくんとかで、D のくんですね、D をちょっと意識して。ありがとうございます。ありがとうございます。私も梅ちゃんとなぎちゃんと一緒でダンスを、ダンスっていう文字を入れました。はい、入ってる気がします。全部入ってるんですよ。全部入ってる。で、目はチョコレートの形。はい、ダース見つけれます？皆さん探して、でも見えますよね。上から順に、上から順に入ってます。うんうん、分かる分かる、うんうん、はい、で、クマなんで耳つけました。なるほどね、はい、お名前が無理やり感あるよ、ちょっと可愛い、でもすごい、すごくない？うん、すごい、お名前はダースです。あ、もうそのまま、あ、いや、あ、じゃあダース、あ、言い方ね、はい、ありがとう、伝わりました、与田さん。じゃあクマに見えないんですけど、一応クマです。一応、ネズミみたい。目をちょっと、ダンスのチョコにしてみたんですけど、ちょっと私の絵心がなくて、すごいなんだか再現できなかったのがちょっと残念だなっていうポイントではあります。ちっちゃな手も、両手で見えてます、はい、一応こう、ダンスサイズのお手手をつけました。ダンスサイズなんですね、はい。名前つけちゃいました。名前は、はい、じゃあ白いダンスチームなので、はい、ホワイトちゃんで。ホワイトちゃん、はい、ありがとうございます。じゃあ田村さん最後に行きますかね。はいはい
私なんかチョコって聞いた時にどうしてもコアラが出てきてしまって、チョコアラっていうのでなのであのクマにあのコアラの被り物をかぶせて、で本当私も手のひらにダースって書きたかったんですけど、あの時間切れになってしまってちょっと不完全なあのチョコアラになってしまったんですけど、でもすごいこうなんだろう、今回こうたくさんの味があるので、クマもいろんなものになれるよみたいな意味も込めてこうコアラの被り物をかぶせてみました。ありがとうございます。しかもちゃんとダースが、あ、そうなんです、手にはしっかりとダースを持たせました、はい、しかもあの箱ごと持たせていただきました。お名前はそうですね、名前どうしましょう、チョコアラックまでいっぱい盛りだくさんですね。盛り自信ですか、はい、あると思いますか、え逆にかれるというこの中でなんかすごいどんどん自信失ってます。皆さんそれぞれいろんな個性の出し方がありますからね、うん、でもダースっていう文字を一番ちゃんと入れたのは私だと思います。確かに一番明確です、はい、で選ばれましたのはチーム白いダースのヨダさんでございます。本当ですか、大丈夫ですか、みんな良かったけどって絶対言ってくださいって書いてあるみんな良かったけど、なんでちょっと選ばれると思ってなかったんで、ヨダさんおめでとうございます。ありがとうございます、ダース大好きです、素晴らしい、ありがとうございます。この子の絵心にはかなわないなっていう人はいましたか、うん、井上さんいかがでしょう。そうですね、でもやっぱり依田さん本気かはい、いや、やっぱりこう発想力が、依田さんの発想力私にはやっぱりないので、なんかその独特な世界観とか依田さんの絵割と好きなんですよ。本当に本当です、ありがとう。嘘ついてるように見えますか。見えない。あ、ありがとうございます本当にすごい好きなので、今回のダンスのあのクマのイラストもあの独特で可愛かったですうん、ありがとう嬉しい、絵が上手いなぎちゃんに褒められて嬉しいんですけど、でも逆に私は描きたいものはいろいろあるのにそれを描き表せないんですよ、基本的に。だからそれを描いてもらいたいです。私がですか、うまく伝えられるかわからないけどわかりました、じゃあ今度やりましょう、やりましょう